きなりひでチャンネル。どうもこんにちは、いきなりひでチャンネルと申します、高島です。毎週木曜日はですね、日刊スポーツの小屋の年寄記者の情報です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この間なんか猿之助さんの逮捕劇の時は、はい、なんかあの記事にいたんですって。いや、ちょっと参りましてね、前の晩ね、デスクから電話かかってきて、私もう年ですからね、そんな現場に忙しい仕事よりもインタビューが多いわけですよ。あ、はいはい、でインタビューもちゃんとスペースがあるところじゃなくても、やっぱりほら僕みたいな年寄りは、何にもネタがない時に何か持ってませんかっていう時に、これあるよっていうのが一番の仕事だと思ってるんで、持ってて、まあ、ストックが溜まってたわけですよ。で、それこそ、5月に猿之助さんが逮捕されて、その直後に、草刈民夫さんインタビューして、出たの6月22日付ですからね、1ヶ月。猿之助さんの一件で、はい、せっかく撮った草刈正夫さんが、はい、草刈正夫さんじゃ、正代さん。あ、正代さんか。民夫さん、民夫さん。民夫さん。はい。はいはいはい。バレリーナのね、女優の、はい。はい、シャルウィーダンスのね。シャルウィーダンスのあの方ですね。猿之助さんだけじゃなくてね、永山絢斗さん逮捕とかいろんな、ちょっと待って、話がちょっと混乱してるんですけど、猿之助さんが捕まった日に、はい、目黒署でしたっけ、目黒警察、はいはい、でその時なんか近所にいたんですか。ね、僕会社に行って、前の日にですね、またインタビューを持ってたんで、明日スペースありますよと、頭で行きますよと。そっからですね、いつもサボってますから、テープを起こしたのを整理して書けるようにして、朝起きたら猿之助さんがもう逮捕されて、目黒署に入ったと、一応ね、デスクにね、一応伺えたら入るわけないじゃないですかということで、もうすることないですよね。失業です。ちょっと待って、猿之助容疑者、はい、猿之助容疑者逮捕、はい、あの日に当然翌日の日刊スポーツはあれが大々的なニュースになりまして、はい、一行も書いてないですけど、うちも撮ってますけど、はい、ありがとうございます。読みましたけどね、はい、で本来は猿之助逮捕がないと、はい、小屋野さんが書いた記事がドーンと出るはずだった。某韓流スターの、ね、インタビュー記事が出る予定だったんですよ。韓流スター、はい、ああそうですか、はい、でさっきの草刈民夫さんの話も最初のね、事件が起きた時から出るはずだったのが1ヶ月遅れだった、はい、じゃあその韓流スターも1ヶ月遅れになるんですかね。韓流スターは ね確かね、7月23日ぐらい公開の映画ですから、そこまでは遅れるとまずいですね、はい、そうか、映画公開に合わせないとね。はい、そうです ね、はい、そうか、僕は目黒警察のすぐそばにいたのかと思った。いや、で会社に行ったわけですよ。そうか、でその日はですね詳しく言うと、前の日に実家に泊まってるわけですよ。実家どこでしたっけ。実家埼玉県の草加です。草加か、草加から、築地の会社の近くに車を隠してですね、いたらもうお役御免になったんで車で目黒署へ一応、ね、はい、応援とかね、行ったんですか、差し入れとかの名目でね、まあ、冷やかしとも言いますけど、あ、行ったんじゃないですか。行ったら、車止めるとこないんですよ、ここ。ああ、それは確かに麻布署とかねって、いろいろこうね、路中もできない、ね、やっといたら持ってかれちゃうん で一度家に帰って、シャワーも浴びて、あんまりこういい加減な格好で行くとね、お前何しに来たんだって言われるから、ちゃんとプライベートだって分かるように短パン B さんアロハ姿で行ったんですよ。あ、そうですか、ね、で7時ぐらいに行ったら、もうみんな疲れ切ってて、ね、まずよもやま話ね、他社の美人記者もね、美人記者っていうと、はい、美しい女性記者もね、いらっしゃって、はいはいはい、話して、8時半に、目黒署を出て、原宿署、芸能人。変わりましたね、夜ね。芸能人も泊まりになるの、原宿署か湾岸署ですから、行くっていうんで、じゃあ、俺ちょっとかっこよくね、中目黒で飲んでるよ。なんかあったら電話ちょうだいね、と終わって。したら、待てで暮らせでもって、人望がないのかなと思ったら、でもネットを見てもね、猿之助さんが出てきたっていうのはなくて、結局ね、10時過ぎだったらしいですね。うちのね、ブーブー言いながら、ね、待ってた記者も大変だったろうなと思いますけど、ね。ああ、そうか、うん。目黒署から原宿署に移るだけで、ね、もうそろそろの時間だよと言ったけど、ずっと10時過ぎまで待たされたと、みんな。しかもですね、みんな。こんなのはマスコミの勝手なんですけど、完全シャットアウトなんですよ。入る時も、そうでしたね。カーテン。そうそうそう。出る時も完全に見せた、まあ、猿之助さん自身も、自殺を図ってるわけですから、ね、また何かあったらいけないんで、まあ、そういうふうに厳重にガードがあったと。ああいうその情報っていうのは、
まあ、いわゆる今の言葉で言うと共有するものですか、うん、こう今、まあね、あの日刊スポーツとしてはこういう情報を掴んでいるというような、まあ、いわゆる一般紙とか通信社の警視庁詰めっていうのがありますよね、うん、そうですね、そういうところからですね、そういうところからワイドショーとかなって、ね、うちも、ね、普段から系列だったら朝日新聞とかそういう、はい、札回り系のはある程度ね、大きい事件の時はお願いして共有してるし、ワイドショーとかも、ワイドショーはテレビ局ですから、なんといっても、そういうところとですね、あとあんまり隠してもしょうがないじゃないですか、事務所かとか松竹さんもね、そういうことです。なるほどね。まあ結構、まあそれが仕事とは言いながら、ね、各新聞の方とか週刊誌の人がみんなまあ振り回されて大変です ね、僕あの見学に行った一般人として行きましたからね、酒飲んで帰ったっておかしいのまだ出てこないなっていうそういう感じでした、ね、なんかニュースよく見てると映ってんじゃないですかどっかで、ね、昔ね湾岸署でよくこうなんかあると、フジテレビよく遊んでましたからね、ちょっと映りに行ってくれって夕方のニュースの時になると湾岸署前をね、なんかこれ見よがしに歩いてる僕映ってましたね。あと昔ニュースステーションってありましたでしょ、で毎週木曜日にうちの、野球部の編集の眉毛の野崎っていう人が出てた編集局からやってるんで、後ろにコピー機があるんで後ろでよくコピー取ってましたね。ああ懐かしい顔だな、あの人は僕もあのスポーツやってる時、よく見かけましたからね、でニュースステーションで確かやってましたね、僕が話す時はあの築地の近くのジャンソー、それで後ろでうろうろしてた、うろうろしてそれで終わるとね、雀荘竹で麻雀やってて、引っ掛けリーチとか言うと、テレビ出てる人が引っ掛けリーチはないでしょうとか言うと、そう言われて怒られてました。はい、懐かしいですね。はい、あの、久米宏さんのニュースステーションですよ。はい、長いですね、しかし。いや、間抜けてますから。本当長い。若さの秘訣はあの仕事も何も中抜けです。ねはい、でも未だにそういうね、まあこう言っちゃなんですけど、あの野じ馬精神がね、これやっぱりね、マスコミの原点ですからね、残ってるっていうかね。暇なんですよ、暇。失ってないからすごいですよ。というわけで、猿之助容疑者の、詳しいところは一つ、いろんな週刊誌とかスポーツ新聞とか日刊スポーツでお願いします。とにかく動いてますからね、はい、それを見てください。じゃあ今週はこの辺でどうもありがとうございました。ありがとうございました。小屋の俊也さんでした。